名古屋入りフォークソングフォーユー、12月21日木曜日、時刻は夜8時を回りました、はい、この時間は名古屋入りフォークソングフォーユー、名古屋でございます。エリでございます。名古屋入りでございます。はい、本日も池袋 FM からお届けいたします。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さゆりさん、はい、もういくつ寝ると、はい、お正月、クリスマスでしょ。え、クリスマスといえば何ですか。そっちなの。そっちですよ。今のお正月の時に歌う歌じゃないの。あ、そうでしたっけ、うん、あ、違った。でも先に来るのはクリスマスだから。そうだけどね、うん、うんうん、じゃあ、うん、よしとするエリさんにとってクリスマスと。いや、クリスマスってさ、はい、私の中でのクリスマスなんですけども、まあ、それはほらクリスマスツリーを飾り、うんうん、チキンを食べ、うん、クリスマスケーキを食べ、うん、で、枕元に、ね、朝起きるとプレゼントがあるみたいな。なるほどね。ざっとよ、まあ、それはまあ、ざっとそれがまあざっとっていうか、ザ・クリスマスなのかなと、うんうん、でも、うん、私の中のクリスマスってかけ離れておりまして、うん、はあ、と言いますと。いや、理想はね、ええ、やっぱりこう普段なかなか食べられないさ、ディナ ー, あーはちょっとこ う, もうドレスコードがあるような、うん、ちょっと高級なところでディナーを食べて、うん、で、まあ、クリスマスのイルミネーションを見ながら、はあ、ちょっとこう街中を歩きとか。ロマンチックじゃないですか。ロマンチックなことしてみたいのよ。ってことはそれ男性とですか。はい。あら、じゃあカッポーで、あ、違うアベックで。いや、だから古いっつうの。まあそれが理想よ。なるほどなるほど。一回やってみたいわと思うんですけど。はあはあ、あ、そうですか。まあ現実はね、やっぱりいつもと変わらないお茶碗と、お茶碗と通年使ってるお茶碗と、ね、お茶碗にご飯、白いご飯ですよ。通年使ってるお箸と。そう、お箸とで。まあそれぐらいチキンはちょっと用意しましょうか。うん、あーはーはー、なるほど。家ですよ、うん、家ね、うん、じゃあチキン買うつもりが焼き鳥買っちゃったみたいな。そういつものそれもある駅前の焼き鳥を買って帰るみたいな。美味しいからね、あそこも ね,、うん、そうね、だからね、そうなっちゃうのよね、まあ、そうなっちゃうよね。あとやっぱりほら24、25って、はあ、それが休みフリーの日ならいいけども、うん、やっぱ お休みじゃなければ、まあ、そんな、そうですね、なかなかね、皆さんどうしてるの。そう、クリスマスに、うん、ケンタフライドチキンを買いに行ったことがないんです。はあはあ、買いに行けるもんなの。いや、忙しくない。予約って言いますよね。で、意外とその場所がさ、遠かったりするんですよね。あ、お店が遠くて、そう、うん、行けないさって思って、まあ、そうですか。それもあるし、まあ、その付近すごい混んだりもするし。そうね、混むよね。確かに、あ、なんかすごい渋滞してるなと思ったら、あ、チキンかみたいな、ね、お正月だったら、うわ、なんか渋滞してるなと思ったら、角上、そうそうそう、みんな刺しかみたいな。身ぐらい、あ、身ぐらい言えばいい。身ぐらいで角上言っちゃってるし、逆だよっていうの。そうだから、やっぱそういうのもさ、うん、あってね。いや、でもいいんですよ、うんうん、で、それで、まあ、理想はそうだけど現実は違います、うん、で、まあ、そうね、クリスマスプレゼント も,、うん、もういつもいい子にしてる私も、うん、もう365日いい子にしてる。本当かな、うん、だから、うん、絶対にプレゼントだって、うん、あってもおかしくない、はあ、まあ、自分でいい子にしてるって言ってる時点でなんかちょっとおかしいですけどね。そんな真面目に言わないでくれる、うん、そうで、そうだから、うん、あるんじゃないかと。なるほど。大人になってもこうクリスマスプレゼントがこう枕元にね、 あったらいいなと思って目覚めるけど。わかりました。朝、あるかなと思ったら、じゃあもうね、それが夢だったら、うん、僕叶えてあげますよ。本当？あなたの枕元に、うん、星座がいいですか。怖い怖い怖い。それとも立ってましょうか。いや、怖い、どっちもやだ。そういうプレゼントいらないのよ。なんか、うわ、何これっていうね。うわ、なんだみたいな。うわ、キャーってなっちゃうから。それキャーなるから、もしかしたら今聞いてるリスナーさんのあなたの枕元にも私が立ってるかもしれません。恐ろしいわ。座ってるかもしれません。いや、恐ろしいわ。もしかしたらチキン食べてるかもしれません。やだわ。私のチキンみたいにね。そうね、まあ、だからね、そういうなんかと理想と現実があまりにも違いすぎて、よくテレビでさ、うん、放送されるじゃないのよ、うんうんうん、クリスマスこういうことしてる、うん、ああいうことしてる、はい、いいなって、 いつもなんかいいなって思ってる側です、うん、なるほどね、うん、まあ、かくいう私もですね、うん、なんでしょうね、
中学生の頃かな、うん、に母からクリスマスだったと思うんだよね、うんうんうん、誕生日じゃなかったと思うな、誕生日かなクリスマスかな分かんないですけど、うんうん、こうやっぱりほらプレゼントって箱から、ね、こう開けるのが一つのイベントじゃん、いや超楽しみだよ、もうそこからイベントが始まってるじゃない、いやだって何が包まれてるか分からないんだからさ、何が出るかな何が出るかないんだからさ、そうよ、ね、そうそう、でいや楽しみだなと思ってこう家に帰るわけですよ、うん、何があるんだろう、うん、すごいですようちの母、うん、もうね、うん、あんた欲しがってた携帯買っといたわよ、うんうんうん、え携帯なの、うわ嬉しい、どこにあるの、そこの充電器に刺さってるじゃないの、やだもうね箱から出されて、いやもう充電している状態、いやあとは充電満タンになったらもういつでも使えますみたいな、そういう状態、それはなんか優しいけどさ、やだでも自分で充電させたかったじゃんそうっていうね、まあそれがね、まあ、クリスマスだったかな、まあ理想と現実だよね、何なんだろうねそれね、紐をほどいて箱を開けてとか、ね、やだそれ、紙袋を破ってとかね、いややりたかったね、箱をパッと開けるとみたいなさ、うわうわが見たかったのにね、そうなんです、それもまたなんか、ね、まあ、当時ですから、まあ、PHS でした、うん、ああなるほどね、うんうん、そう PHS で思い出したけど、たまごっちの PHS 知ってる、はえ、たまごっちが、なんだそれ、たまごっちブームってすごかったじゃないですか、あったっすか、でそれが PHS になったんです、え、でその PHS 上でお出かけができるんです、だから例えば僕とエリさんがたまごっちの PHS を持ってます、うん、でそしたら僕の携帯から僕が育てているたまごっちをエリさんのたまごっちのお家に遊びに行くことができるっていう、え知らない、お出かけができるんです、そこまで流行った、でそれをね、10個上の知り合いとそれを2台買って両方でやってたんです、うん、へー、そしたらなぜか分かんないですけど、いつも僕が遊びに行ったたまごっちは親父っちになって帰ってくるんです、うん、なんでよく分かんなかったこれがね謎だったんだけど、でもすごい面白いよねたまごっち、本当にあのきちんと育てると、育成ゲームとか好きですか、そう、あの、あ好き、いや、うん、でも好きかもしれない、うん、なんかこう育てる系のゲームとかって、うん、だから私もやってたよたまごっち、あやってたんだ、うん、普通にいい子に育ったりしてたけど、本当に、でもうちの母にそれを預けたんだよね、うん、ただまあまあうちの母も愛情深い人なんで、うんうんうん、もう毎日毎日こうなんだろう、要は世話をしてたのよ、はいはい、そしたら情が湧いちゃったんだろうね、うん、なくなるじゃないたまごっち最後、うん、そうね、さようならとか言って、うん、泣き出しちゃって号泣しちゃって、わかるわ、わかるわ、確かにその気持ちわかる、うん、なんだってお世話してたもんって言って急に泣いちゃって、もうどっか行っちゃったみたいな、ねね、どこ行っちゃったのみたいな感じで号泣してましたよ、あそっか、もう、うん、懐かしいな、懐かしいね、たまおっちってあったのも知ってる、たまおっち、そう、たまお、そう、たまおっちって言って、でそれは中村たまおさんがモデルになったたまおっちゲームの中でたまおさんを育てるっていうね、もう十分育ってるのてまあまあまあ、それではね今日のねメッセージを紹介いたしましょう、はい、ラジオネームは運び屋の独り言さんからです、はい、年齢本能寺の変の信長とため、分かりにくい名古屋里さんこんばんは、島光一、こんばんは島光一、こんばんは島光一この時点でもだいぶ昭和かけてる、だいぶ昭和だな、フォークソングフォーユー楽しく拝聴しております、はい、突然ですが、うん、AI の技術ってすごいですね、過去の音源からジョン・レノンの新曲を発表みたいなことをニュースでやってました、あ漫画のハンターハンターの続きを待ってるんですけど、救済しててなかなか出ません、 AI でなんとかならないかなって思いました、うん、てなわけでお二人に質問です、はい、科学の力で叶えたいことや願望はありますか、よかったら教えてちょんまげ、科学の力、はい、また科学は科学の力で叶えたいこと、叶えたいこと、うん、そうだな、でもなんか科学ってさ、うん、なんつうのこう何かがこうちゃんとこう性格が分かる、正確さが出るようなことじゃない、うんうん、そうね、証明ができる科学はね、確かにね、科学ってこれとこれだからこうなるんだよ、イエス可能かはっきりしてますみたいな、うん、そういうことよ、なるほど、要はでも科学でなんとかしたいこと、うんうん、なんかあります、でも科学で天気を操りたいとかできないのかしら、うん、今予報ぐらいしかできないですけど、天気を操るまでできないか ね、それができたらある意味すごいね、そう科学でさ、ちょっと日照りが続いてるからそろそろ雨を、うん、
降らせてほしいって言った時に科学の力で雨を降らせて農作物をみたいなっていうのもいいし、 そしたらロマンチックにあのホワイトクリスマスなんか毎年あらなったりさ、うん、なるほどね、そうですね、そういう科学でじゃあ天気を操りたい、それいいね、なるほどね、エリさんはその回答でございます、うん、天気いいな、うん、私は科学の力で叶えたいこと、うんうん、今思い浮かびません以上、追伸、食事の8割を和食に変えました、あどう、あ、ね、どうなんでしょうね、う減ったかな、減った、もう科学の力で体重も変えられたらいいのにね、そしてですねリクエストボブディランで風に吹かれてお願いしますということでねボブディランボブディラン、まあボブディランといったらねやっぱりこうフォークソングの神様的な存在ですから、そうですけど、ね、まあ、途中からフォークロックみたいな感じになってこう、ね、うん、ロックンロールになってイベントでやったらみんなでブーイングみたいなありましたけれども、まあそのボブディラン風に吹かれてリクエストです、うん、はい、あるんで CD ないですだよね、はい、その代わりにですね、今回も用意させていただきました、風に吹かれてなんですけれども、山形すみ子で風に吹かれて行こう山形すみ子で風に吹かれて行こう、名古屋リフォークソングフォーユー、ワン、ツー、スリー、はい、ありがとうございました、はい、ありがとうございました、ボブ・ディランではなく、うん、確かなんかこのくだりなんか先週も先週もあったな、先週もあったな、愛しのマックスになったなエリーが、ね、エリーがマックスになったな、本当っすね、うーん、なんかね、あのね、それについてもね、うん、ラジオネームトラネコさんという方からね、はいはいはい、ラジオネームというかね、これあの、うん、X の方に入りましたけれどもね、うん、この荒木一郎さんの愛しのマックスは何年ぶりではなく何十年ぶりかで聞いたのでびっくりしました、うん、ゴーンという歌詞が一気にその当時に連れ帰ってくれましたあ、確かに、あのね、そういう方もう一人いましたよ、あ、いましたか、このラジオでね、この荒木一郎さんの愛しのマックスが流れると思いませんでしたって、うんびっくりしましたと同時に嬉しかったです、ええ、あ、よかったよかった、あ、喜んでくれたならよかったけど、すごくなんかよかったみたいよ、ね、そう、間違ってもあのクレームは池袋 FM ではなくて、我々の方に直接お願いします、 DM してください、はい、はい、よろしくお願いします、ね、まあ、でもこうやってあの、ま、懐かしい曲だったりさ、ええ、古い曲っていうのは、うん、まあ、なかなかもう聞く機会がないのかもしれないよね、まあそういうタイミングはなかなかないよね、だからまあここのね、うん、あの番組ではさ、うん、やっぱ懐かしく思っていただいたり、そうなんです、あとはこんないい曲があるんだと思っていただいたり、そうなんです、ね、その当時の気持ちになってさ、はい、またこう楽しい思い出を振り返ってくれたりとか、そうだから音楽っていいよ ね、うん、すぐにもその曲を聴いただけで、そうそうそう、あの当時にタイムスリップにすぐできる、そうなのよ、ね、うん、あの匂いだったり感覚だったりいろんなものがすぐに蘇るっていう ね、本当だ、これは素晴らしいな、はい、やっぱ音楽の力っていいですね、うん、ラジオネーム制服カラーは崩壊中さんからいただきました、なんかみんななんかすごいな、ラジオネームがおばんです、はい、おばんです、いつも愉快な放送、仕事終わりの癒しタイムとして楽しみにしております、 ありがとうございます、さてぶしつけではありますが、ある曲について尋ねたいことがあるのです、 あ、尋ねたいのはなごみさんにではありません、名古屋入りの追っかけ大大大先輩西庵さんに尋ねたいのです、西庵聞いてる、西庵聞いてる、うん、寝るな、うん、寝るな、うん、今回公共の電波を伝言版として使用するという暴挙に出たいと思いますこれあったね、でもさ、我々が、ね、違う放送局で喋っていた、うん、時にその、リスナーさん同士でラジオを通してやり取りをして、ね、やり取りしてたね、ね、そんなのありましたね、伝えてくださいじゃないけどね、そうそうそう、あのメッセージをいただいたけど、直接メッセージを、ね、そう、私たち宛てじゃなくて、まさかのリスナーさんにメッセージとかありました ね、 ね、だから2人会ったこと多分ないと思うんだけど、うん、仲良くなってましたね、うん、今回、はい、まあ、聞きたいというのが、うん、曲というのは海援隊の思えば遠くへ来た問題についてです、はあ、この曲歌詞の中にふるさと離れて6年目という一節があります、うん、海援隊の武田鉄矢さんがそう歌っています、うん、ところがこの曲古谷一行さんも歌っていて、ふるさと離れて8年目と歌っているのです。ただの歌い間違いなのか、
古谷さんの気まぐれなのか、はたまた自分がボケた末の幻聴なのか、気になって気になって夜しか眠れません。いやいや寝てるやん、当たり前やそれ夜、西庵さん何かしてたら教えてちょんまげ。わあ、ちょっと調べていただくほどではないです、知ってる範囲で構いません知らねえよそんなんって感じだったらそれで OK です、よろしくお願いいたしますでリクエストも入っております。千秋直美、喝采、加山雄三、旅人よ、松山千春、旅の空から、岡林信也、菅井骨の歌、なごみのオリジナル終焉のどれか1曲適当に選んでください。なごみさんに尋ねたいことはこれと言ってありません。おやすみなさい、寝るなということです。まさかのなごみさんにはない、このパターン初めてですねこれはでもちょっと嬉しいですね。ねえ、ちょっと西庵聞いてるかわからないですが、聞いてると思うんです、聞いてないと分かってるよねっていう、まあそうですね、話なので、そういうことですね、はい、これ試されてますね、西庵はね、かわいそう、一番かわいそう、ということで回答よろしくお願いいたします。お願いします、はい、待ってます。来週でいいです。あ、来週、来週、来週なのもだってね、もうそんな早くでいいの、来週で、来週になっちゃうもんね、だってね、まあそうだけど、この収録もだってね、来週でいいの、来週しかないでしょ、だって再来週でもいいよ、この場でこの場で聞いても来週じゃなくて再来週でもいいじゃん。さあ、まあまあそう ね、いや来週です。これほら調べていただくほどではないですね、知ってる範囲で構いませんだから知らねえよそんなんて感じだったら OK です。来週ください。でリクエストですけれども、何がいいですか。千秋奈美さん、喝采、加山雄三さん、旅人よ、松山千春さん、旅の空から、岡林信康さん、骸骨の歌、なごみオリジナル終焉、骸骨の歌わかんないんだけど、加山雄三さんがいい。加山雄三さんいきますか、かしこまりました。いいですか、じゃあちょっと準備しますよ。あ、準備する。あ、よし、じゃあそしたらね、この、まあ、今こういう風にリクエストも何曲かいただいているじゃないですか。で、私が今聞いた中で骸骨の曲、あれ歌だっけ、うんうん、それね初めて聞きまして、これなごみさんも知ってるのかな、まあ、岡林信康さんはもうフォークの神様ですからね、うん、日本のフォーク界の神様っていうね、いや知ってる、言われておりますが、この歌歌ったことないな。あ、そうか、たまにね、こうやってたまにっていうか、うん、知らない曲もあると思うので、はい、ちょっとそういう時はねリクエストできないんですけども、そうですね、答えることがね、こう知ってる曲はリクエストぜひぜひ答えていただければと思います。はい、じゃ準備できましたのでいきましょう。お願いします。風に震える緑の草原、たどる瞳輝く若き旅人よ、大きき遥かな空に鐘が鳴る、遠いふるさとにいる母の歌に似て、やがて冬が冷たい雪を運ぶだろう、君の若い足跡胸に燃える恋もうつめて、草は枯れても命果てるまで、君を夢を心に若き旅人よ、草原たどる心優しい若き旅人よ、ご覧遥かな空を鳥が行く、遠いふるさとに聞く雲の歌に似て、やがて深いしじまが星を飾る
るだろう。君の熱い果てるまで君を夢を心に若き旅人よ。いただきましたのは加山雄三さんの旅人よ、うん、カバーで歌わせていただきました。はい、ありがとうございます。低いね。低いよねこの曲は。確かに低いね。結構で加山さん低いから ねなかなかこうでそうだからほらさ二人王とあの王がさ王ね二人王のねなかなか出ないですよ、うん、でそれをね僕は結構前にカラオケでね、うん、それ歌ったわけですよ、うんうんうん、でその時に、うん、やっぱキーが低いじゃないですか、うん、キーを高くしたんです、はあ、二人をみたいな、はあはあ、夕闇がみたいなねやったんですでそっからあれ渋い声で幸せな耐えるのがいいんですでさっきまで二人をみたいな夕闇がとかって歌ってたのに急に幸せなこれが合わない合わないとね、確かにセリフがある曲は、うん、あの上げたり下げたりしちゃダメだね。まあ、それはあるよね。原曲に近いもので歌わないと。はいはい、そうなんです。そうだわ。そうなんですよ。そこだけおかしくなっちゃうのね。ちょっとね。ちょっと面白いですね。でもそのままさ、うん、幸せだなーとかっていう、ね、ちょっと変じゃない。これはそれはそれで変じゃない。なんかイメージつかないよね。僕は切り取る時が一番幸せなんだ。僕は死ぬまで君を離さないぞ。いやいやいや、なんでそのいいだろ右斜め上見て言ってんのね右斜め上に そんな感じになっちゃうじゃないですか。確かに、ね、これ難しいよね。難しいとこだ ね。でもなんかすごく久しぶりに聞いて加山さんの歌ってすごくこう優しい感じがあるからさ、いっぱいあるよね。ちょっとホッとするね、うん、確かになんかあの、うん、エレキでやっぱこう弾いてるイメージがね、うん、ありますけどね、うん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 、でもこれは結構エレキだけれどもでもフォークギターで弾くにはすごくいい。そうそうそう、ね、いいですね。ねえ、そうなんですよね。加山雄三さんもやっぱこうベンチャーズが大好き で、はいね、うん、でそのベンチャーズとも一緒にねステージやったりとか してるんですけれども、さだまさしさん、僕があの大好きなさださんも、はい、この加山雄三さん大好きなんです。へえ、ね、ほうほうほう。でこれねすごいですよ。ベンチャーズがいなかったら加山雄三さんいなかったかもしれない。はい、あ、加山雄三さんいなかったらさだまさしさんいなかったかもしれない。あ、加山さんの曲をやりたくてさださんはギターを始めてますから。そうなんだ。加山さんいなかったらさださんいなかった、はい、さださんいなかったらなごみもいなかったという。いや、すごい急に急に、なんだろう、知名度急降下みたいなね。そこ一緒にしちゃっていいの？ドーンみたいなね。ドーンだね。藤山か俺かみたいな、ね。A じゃないかか俺かみたいな。ねえ。ちょっとドーンだったね今ね。おかしいですね。でもそうやってこう繋がってるんですよね、うん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 。みんなそれぞれ憧れのミュージシャンの大先輩がいて、それを憧れてギターを始めて。そりゃそうよ。あの大好きな歌手と一緒のギターを弾きたいとかね。あるよね、やっぱり それに向けてね、やっぱ行くのはいいと思う。そうなんですよね。なんかその目標を立てるにしても、うんうん、もう絶対手届かないだろうなと思っても、そうだね、いや分からんよと。確かにね、さださんのギターが、うん、テリーズテリーから120万とかで出てるんです。で、あのなんか、うん、あの桜の、あ、そうそう、それはねもうね、また違うやつか、200万とか超えてたりするんです。ぜひなごみに差し上げたいという方いらっしゃいましたら、買っていただければ。私あの男湯でも取りに行きます。いやいやいや、取りに行くのは当たり前だろそれは。
やだ、ね、そんなにするんだ。すごいよね。オーダーメイドとかいいじゃない。あ、まあでもかっこいいよね。かっこいいじゃない。なんかオーダーメイドしたことあります？いや私ないですね。オーダーメイドはオーダーメイドしたいと思います？んあんまり。例えばなんか有名なバッグにね、ルイトンとかルイビとかビトンとかに、いやいや全部言っちゃってる、この、うん、この私のイニシャルを入れてほしいとか、なんかそういう。でもそう、バッグによくイニシャルとか、あと口紅にね、口紅、そうリップに、うん、あの名前を入れてくれるの化粧品屋さんもあったりして、 あるんだ。そんなそういうのおしゃれだなと思いますけれども。あ、それすごいね、うん、あいいですね、うん、なんかおしゃれでしょ、自分だけのね。そうね、そうでもね、いつかね、僕はねギターのヘッドの部分に、うん、なごみっていう、いいじゃん、 NAGOMI っていうのね。私が掘ってあげようか。いや絶対やめとくわ。いやそんな、絶対もう嫌な予感しかしないもん。なことないよ、絶対やめとくわ。掘れるよ。掘れるよって怖いな何その言い方、掘れるよって。掘ってあげるよ。掘ってあげるよってちょっと怖いですけどね、うん、いつもの感謝を込めて掘ってあげる。遠慮しときます。いやいやいや言ってほら、あのなごみさんのところ、なんていうの、このヘッドのところさ、はい、マーチンって書いてありますからね。 MARTIN って書いてあるじゃん、それなんかなごみにすればいいんでしょ。いや、あのできたらあの違うのに入れてほしいなと、ね、だから M を一個削って N にして、NAR をちょっとこう丸くして G にしちゃってた絶対やだわ、絶対やめとくわ。まあまあまあ、もうほら終わりの時間でございますから、うん、ね、最後にこれからクリスマスを迎えるアベックたちに何か一言、はい、いや、あのね、ぜひ素敵な思い出を作ってください。あ、いいですね。美味しいものを食べて、あ、いいですね、いいですね、素敵な景色を見て、ゆっくりとクリスマスを楽しんでください。私からもどうぞ。いい歌があるんです。お、これあの佐田さんが、うん、ね、昔組んでいたグレープ、うんうん、それを一回解散してレーズンというね、ちょっとグレープから干からびてレーズンという風に名前を変えて、一緒のメンバーでね、こう CD を出したんです。でその時に入っている、曲でね、糸電話って曲があるんです。糸電話、はい、糸電話みたいな恋でした、近づきすぎたら聞こえない、離れすぎたら切れてしまう、不器用な恋でしたっていう歌。そう、出始めのポインセチアでね、こういう歌詞もありますんで、そこに12月のクリスマス出てくるんだ。そうなんです、そうなんです、出てくるんです。ぜひこの糸電話聞いていただきたい。糸電話、アベックにはね、こう幸せになってもらいたい。糸電話ね、糸電話、まあ、ちょっと別れの曲ですが、あ、別れなんか、それからもう一曲、まあ、あのレーズンではなくてグレープの時のヒット曲でありますけれどもね、縁切り寺とかに寂しい、思いますんで、ぜひそこら辺を聞きながら素敵な夜をお過ごしいただければ。どんな夜よ。ダメよそんなの聞いちゃダメかな。ダメよ、ダメね。みんなの幸せになるクリスマスですから。あ、そうですね、そうよ。まあでも結構ヒットしてる曲って別れの曲が多いですよね。ラストクリスマスもクリスマスイブも、ね、あ、そっか。まあそんな感じでね、楽しいクリスマスを過ごしてくださいよ、過ごしてください、ね、我々も過ごしましょうね。うん、ということで、名古屋入りフォークソングフォーユー、今日はこの辺で。またね、メリークリスマス。進みたがわ